には、アメリカ合衆国の映画、テレビで活躍した俳優、声優、フランスとスペインの血筋を持つ三頭には、ニューヨークで生まれる。彼のキャリアの始まりは、オフブロードウェイの劇場。彼の映画初出演作品は、ノンクレジットではあるが、1964年の七夜でタイトルロールである七夜にラジオを売りに来たジャンキー役を演じた。三等には、 1967年のカールライナー監督のエンターラフィングで初主演を飾る。そして1971年のダーティハリーでクリント・イーストウッドを演じるハリー・キャラハンの相棒、チコ・ゴンザレス役で世間に認知されるようになる。また、1983年のショーン・ペン主演、バッドボーイズでの刑務所のカンシュラモン・エレーラ役、1986年の シルベスター・スタローン主演のコブラで相棒のトニー・ゴンザレス役などで注目を浴びる。彼はまたテレビドラマのゲスト出演も増え、1971年のおかしなカップル、1973年から1974年の名探偵ジョーンズ、1977年の事件記者ルーグラント、1978年のハイゴノゼロ、1985年の 探偵ハードマック、1984年から1986年のヒルストリート・ブルース、1989年から1991年のミッドナイト・コーラー、1996年の炎のテキサス・レンジャーなどの人気作品に出演する。そして、1973年のオーエン・マーシャル・カウンセラー・アット・ローでは、準主演を果たした。三等には、 2012年に引退するまで、精力的に映画やテレビで、俳優活動を続けていた。注目すべき役割は1994年から1998年、隣のサインフェルドのポッピー役、1998年、ドクター・ドリトルでは、声優として、ネズミの声を演じている。2020年8月1日に、ロサンゼルスの病院にて死去。81歳没。 亡くなるまでの最後の数年間、がんを含む様々な健康問題を抱えていた。テレビドラマの内の数字は、出演年度及び出演期間のみの表示。ありがとうございます。